とっさとっさというわけで、ね、家電フレンズ in、日曜という珍しいパターンですね。いつもは、まあ、日曜なんかやるにしても動画撮るぐらいで、ね、ラジオやってなかったんだけど、今日は珍しく移動するのでやります。ちょっとだけ映画だけ見に行こうって、うん、珍しくレンジマンがそうばあちゃんちに、まあ、滞在してるということで、うん、いつもだったら別に仮面ライダーと戦隊の映画一緒に行こうとはならないんだけど、うん、今回まあ公開日がたまたま一昨日で、うん、今いるしっていうことで、うん、ちょうどよかったね。めっちゃ窓にね雲がいてね飛び跳ねてる風でね、うん、あ消えた。いや今日はねギーツとキングオージャーも放送あったんで朝見ましたけど、うん、ちょっとクソつまらなかったんですけど、あこの流れで、まあ、映画は面白いことに期待したいけど、ね、面白いらしいんだよね、うん。まあ、ギーツは、まあ、いつも通りの面白くなさだっていうの。ああ。キングオージャーはやばかったね。キングオージャーなんかすごかったよね。つまらなさでは多分、一番今までひどいかもしれない。正直さ、面白いつまんないというよりもさ、ああ意味わかんなかった。いいのかいっていうのがちょっと、あるけどね。うん。だから、具体的に何のかいかわかんないとあれだろうから言うと、ああラクレスの死体をあんな感じに扱っていいのかいって。まあ、下地ということになってるわけよ。めっちゃ下地ではしゃいでたよね。ねえ。すごい、あれさ、うん、なんかこう、仮にも人死んでるのに関してさ、うん、あ、いいんだ、これで。そもそもギラってさ、ラグレスの弟なわけじゃん。ねえ。自分が兄殺したのにさ、ねえ。全然リアクションなかったよね、死体目の前にあるのに。そうだよね。おかしくない、あいつ。しかも一応さ、なんかこう、この間決着つく直前まではさ、うん、まあ、元に戻ってくれる方が嬉しいなっていうぐらいのテンションだったよね。殺しの死体なんかこういうギラうざかったね。ああ絶対的にそう違った、いつもと。いやなんかさ、まあ結局王としてまだ未熟なギラでありましたっていう話をやりたいの。あ、まあ結果としてすんげえ無能感すごかった。ああでさ今回も出てたよね、あのデブね。あそれもそうでした。そのみんなを目の前にしてさ、国民を、ジャグノー出ちゃったね。そう、あと言えばいいのにさ、なんかこうギラってさわざわざ誤解される言い方すんだよ。今回もさ、これこれこうだから、今は呼べないって言えばいいのに、呼べない。それだけが周りにぶち切れられてた。そう、呼べないって言うから。国民にも切れられてたし。そう、あんなクーデーター起こされてもあんじゃないよ、キングオージャーのやつ。ねえ、毎回そうじゃん。前もさ、うん、なんかの本当のこと言えばいいとかで本当のこと言わずに、あーはーはーとかやったから、スズメを取りに行った時とかも言ってた。だからみんなにこう、こいつは反逆者だ、ジャグノーだみたいになって、うん、あれ全部説明すりゃいいのにさ、まあ、それだと話すぐ終わっちゃうから引き伸ばすにはだってしょうがないな。セイバーのダメなところに似てんだな、うん、それから答えると、うん、でもセイバーのがまだマシだったんじゃねえか、やっぱり。あキングオージャーに比べれば。なるほどね。どっちも戦闘そんなに面白くないけど。ああ本当だね、うん、戦闘機内入ってない組だよね、この2つって、うん、やっぱり剣が中心だとつまんなくなるんだよ。本当じゃんね、うん、どっちも剣メインですのやつだもんね、うん、キングオージャー戦闘マジでつまんないね、今週も。ああそうなんだよね、うん、なんか背景ごちゃごちゃしててうるせえし、あ何もいいとこないな。なんかね、うん、ワイヤーで釣って、うん、ジャンプしてあれしてるスローモーションになって、ね、回転してキッキッ回転して切って、うん、終わりみたいな。あね、ドーン。でロボもさ、もうロボのキングオージャー今まで適当にしすぎたツケが完全に回ってきてさ、ああ今更シュゴッドとの絆とかやっぱりやっても全然ダメだったよね。ねなんかヤマくんが勝手になんか言って、よかったみたいな。だったけどさ、あれの逆にだけどさ、うん、今までの回を経てなお今週まださ、うん、AI だって言ってたのに逆にちょっとショック受けたけどね。なかったっけか、前にさ、生き物って認めることはなかったか、まあ、ないんじゃない。思いっきりあいつらの中でのコミュニケーションやってんのにね、ね、仕事ないとかでさ、あまあ AI だからかな。ね、てかもう生き物の AI 画像とかさ、生き物でいいやん、あれ面倒くせえから。そこがあれでさ、なんか面白いな、あれ。あれさ、ボブさ、さらに逆に考えちゃうことがあってさ、ああ全部把握してるヤンマ君がそう言うんだったらさ、うん、あれマジで AI なんじゃないの。ギラは幻聴が強調。そうだってそうじゃんね。まあそうだよ。例えばでもパソコン作った人がさ、うん、このパソコンはあのインターネットってものにつないでなんかどうこうってみんなは信じてるけど、うん、
そうじゃなくてパソコンは生き物で、自分が知ってる知識を話してくれてるだけなんですって言われても、うん、みんなははぁと思うけど、うん、作った本人が言ってんだったらさ、うん、そっちが正しいじゃん多分。まあね、だからさ、確かにさ、これでさ、もしギラ正しかったら山君無能だよね。そうだよね、うん、そうだよ、少なくとも AI 組み込んで動かしたっつってる本人なわけだから、うん、アホになるだけだよね。ねえ、だからもう序盤でさ、その意思あるんだったら意思あるねってやればよかったよ。ああ、半年やっちゃった結果さ、ね、もう今さら山君が認めてもできる形になっちゃう。ああ、なんかまああれだよね、 AI は組み込んだけどそれとは別に人格もあったんだなっていう、ヒューマニア方式で、ね、あ、そう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 、やっぱりなんか AI とか出てくるとつまんなくなるんだよね、謎になってくるね。よっぽど上手い人がやれば相当面白いんだろうけど、あ、上手くもないやつが AI に心がとかやるとクソつまんなくなるんだよ。ああね、うん、これ最近、まあ、そもそもそれに全然時間取ってないせいでダメなんだけど、ああ。ゼロは時間取った上で終わってるよ。あね、これ落ちどころが最終的にさ、うん、あ、そうか、生きてたんじゃなくて本当に AI が喋ってるのを僕は聞いてただけだとかだったらさ、実はギラロボットだから、ね、ああ、同じ AI 説、うん、それちょっとアルトと同じで序盤でアルトがどうなんじゃないかってみんな思ってたよ、うん、あ、そんな話もあったっけか、うん、みんな最初アルトもヒューマギアなんじゃねえのって言ってる。なるほどね、当時、まあ、そんなことはなかった、あ、ただの薄い人間だった。あ、ロボだった方がよっぽどマシだった。ああ、間接的にそれはそうだったことに、まあね、だったわけで、うん、いやーもう気持ちやばいね。ねえ、うん、何も今日の話マジで30分が1時間ぐらいに思えたわ。ああ、退屈すぎて。まあね、実はあのボブはさ、うん、実際に1時間見たんだよ、キングオージャを、うん、あの先週のと、ああ、合わせて、まあ普通でしょ。そうだね、あの退屈はしなかったよね、先週とかに。ああ、ふーんって感じで。まあそうだね、おさらいパートが何にもおさらいする意味なさそうなとこしかおさらいしてなかった。ああね、うん、なんで各国回ったんだろうな。今週やっぱギャグすげえ滑ってた。ああね、先週はまだギャグ界みたいなもんだからよかったけど、今週のギャグの外し方やばかったよ。ああ、最後も白木戸なあれだから電撃食らって変身できないんですよね。ああ、そうだ、そこあったね、うん、だから白木戸ができない人はギャグでもないような気がするけど、なんか外しちゃいけないとこばっかり外すよね。ああね、センスがやばいよ。あとやっぱりあの回想でもあのカメジムの正体が分かるシーン入ってきた時に、うん、あのシーン本当にさ、いいなと思って、うん、最悪、あのひっくり返って、ああ、トリボンってことやってたら、そうそう、うん、やっちゃってるよね。ね、あれでいいと思ってんのやばいよね。あ、この上番組でまあ楽しくしたいのはいいんだけどさ、あ、なんかやり方も間違ってるよね。ね、うん、ただなんかセンスないよね。強いて言うと、うん、短期間で大人になったっぽく感じたジェラミーは僕は今週は良かったと思ってて、 あの感じだったジェラミーがさ、うん、今週どっちかっていうとギラがあのできないとかになったら言ってる時に、空気読んで、そう、うん、みんな聞いてくれって、これこれこういう伝承でギラはまさにそうなんだっつって、あとはギラが呼びさえすればいい状況まで持ってってくれたんだろう、うん、まあギラ呼ばなかったんだけど、結局キングオージャーってそういう民衆をさ言いくるめで操るやつだね。あ、ね、うん、と思ったけど、ああ、見てて行動で示せよね、うん、まあ行動で示せない状況に今回はなってたんだけど、ああ、うん、で技術はなんかもう分かるわ、この展開っていうのを30分見ただけだって。あの何がすごいってさ、うん、昨日まさに話してたけどさ、うん、まあ、ケリラはもうあの感じなんだね、やっぱり、うん、なんかダメな方に振り切ってるねえ、うん、もうなんか実はここまで立ち直って真のヒーローになるのまで含めて俺は考えていたんだっていうオチだと僕は思ったんだけど、それもなさそう。ああ、そう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 、そういうのもないんだ、本当にただ楽しんでる人なんだか、うん、まだそうなんだ、まだ演じてる。そう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 、シニアにこれ一瞬入れるだけでいいやつだからね、このオチだで、かつそれもさ、ケイワに言わなかったらちょっとかっこいいと思うけど、うん、あの一人で回想で、回想っていうか心の声で、ああ、いいなっつって、これでお前が真の仮面ライダーだね、うん、まあ、ケイワが立ち直る流れ最悪だったよ。ああね、雑というかさ、エースがな全部解決して、エースがなんか言いくるめで説得して終わり、ね、口で、うん、
エースの鎖に縛られてるのあれオープニング再現だって喜ばれるのを見たいだけでしょ。ああそうだよね、別にいいんだけどさ、 あとまあ戦えない理由をまず出すことによって、ああそうだね、敵いつないに出ないっていう愛者出るっぽいよね、まあまあ都合っぽかったよね。そうね、あれ絶対さ、あの鎖の展開があるからオープニングに入れたんじゃなくて、オープニングに入れといたのを、あ、ここでできるじゃんってやってる。あのリバイスでさ、あの後ろでなんか家燃えてるやつ、汗だる、あの時のスーツ着て面接行って、そうね、そうああいうのと、ね、まああれ偶然かもしれないけど、ね、あれ面白かったけどね、まあ、これなんだこのシーンって、ね、じゃあ後ろで燃えてるのラーメン屋なのかな、あ、ね、ベロがさ、もう春ぐらいに倒すっていうよね。あ、そこもそうだよ、まさにさ、こんな引き伸ばさなくてよかったね。とどめ刺さなくていいのって言ったら、とどめは今週刺したけどさ、で、ケケラさ、今週戦うと思ったらさ、うん、帰ったよね。ね、うん、で、あ、まだ尺余ってるから来週なんだって。ね、ギズどんだけ尺余ってんだろうね。ね、なんか1年でやる話じゃないよね、やっぱり。あ、内容そのものはさ、まあ9大伝ぐらいにはいけるやつだと思うんだけど、あ、そのせいぜい半年で終わる話を1年無理やり薄めてやってるから、すげえ下ってるね。ね、あれも思って、割と毎週あるけどさ、どっちにもあるの、仙台にも仮面ライダーにも毎週あるけどさ、今週の多分あのケイワの、それはお前の妄想だろっていうのもさ、スクショして使ってねって。ああ、そうだね。ね、まあ、技術、そういうスクショシーンが結構あるかもしれない。ああ。リバイスはあんまなかったかな、スクショシーン。ああ、うん。むしろあの、リバイスは面白いスクショシーンあるけど、一応。どれ？あの、ありがとうございますって言えばいいの。あいつね、桜が切れてるシーンとか。ああ。でもなんかさ、使って面白くないんだよね。あのさ、あれ、嫌な感じになるよね。雰囲気悪くなるんだよ。セイバーはそこ強いんだよ。ね、面白いシーン満載だよね。ああ、別に。スクショで面白いシーン満載。不快になんないからね。うん。あの、マスターロゴスがやばい顔で笑ってるやつ。ありがとうは、笑顔で言うもんだ。ね、それで、セイバーさ、振り返り明るいセリフばっかじゃん。そうだよ。名言がだって公式サイトにあるんだよ。ね、名言集。名言集のために無理やり名言言わせてるから。リバイス振り返ってごらんよ。浮かんでくる選手全部ネガティブで、多分ネガティブのしかないと思う。そっちじゃないみたいなのあったよ。そっちじゃない、大事にヒロミが説得して、この後どうするかお前が決めるんだとか言ったら、敵の方行ったから、そっちじゃないって言うし。あー、なるほどね、決めろっつったのに、お前結局誘導してんじゃない、ね、あ、そんな面白いシーンもあったっけか。それさ、まさかそれ踏襲してか知んないけどさ、映画のやつでもさ、バイスが何だっけ、バイスほら最終回でいなくなった後にさ、だっけな、あの映画で再会するときにさ、なんかどっち行くかお前選べよ一気に、ね、でそっちじゃないってつって、あの辛い方を選んだらバイスと再会したみたいな、それ踏襲してるのが違うか。あ、バイス死に際のセリフはなんか普通にいいこと言ってたと思うよ、そういうの。ああ、なんだっけ、なんか言ってね、笑顔があれだぜみたいな系のこと言ってた。ああ、薄いけど、まあいいこと言ってる。まあそうだよね、新単位で見れば割とちょっと泣けるかもしれないぐらいの。リバイスの終盤、新単位で見るといいシーン結構あるね。というわけでね、ギーツとリバイスじゃねえや、キングオージャーの映画を見てきますよ。じゃあそうだね、もう乗り込んじゃうか、このパート内で。多分動画今映像切り替わったら感想始まるんで。そうだよね、以降は映画を見てから見てくるような。そうだね、さよなら。乗るなエース、やめやめろ。やめやめろ。ギーツとキングじゃねえか、見に来ましたね。ええ。まだお互いにさ、そう、何もまだ言ってない。ね、どうとか言ってないけど。まあ、ギーツはね、名作があったと思うよ。ね、あの、ギーツの本編の悪いところが、ね、特になかったね。ああ。で、いいところのみを、ね、拾ってきてたよ。ああ、君もそれでいいか。うん。ボブもね、うん、割と面白かったなっていう。ギーツでは一番良かったと思うよ、今までのテレビ含め。あ、ねえ、うん、あのクロスギーツもさ、割と違和感あると思ってたけどさ、うん、まあまあなんかジョーカーのパチモン見てる、ああいうキャラだねっていう感じにはなって、うん、ジョーカーとハーレクインみたいなやつらでした。ああそうだよね、うん、で、キングオージャーさ、うん、キングオージャーはね、まあなんだ、
まあ悪くはないと思うよ。ああ悪くはないんだけど、あれ子供面白いからな。そこだよね、子供たちドラマ重視だったよ。あのでも、もうちょっとね、映画見て戦隊で割とゾッとすることはあんまないんだけど、あのあれだね、東風国がさ、なんで今の状況になってんのかっていうのがさ、すごいスマートに説明されるんで、やってましたね。え、なんかあれキングオージャーの本編を見るにあたって割と重要な情報のみをやってましたみたいな映画だった、ね、あれさ、口で説明しないでさ、会話でなんかこう説明していくんだよね。あの要は元、まあ、もう言ってんのかネタバレは別に、元王だったやつと、カグラギの、まあ、要はその死者との会話シーンで、お前が国を落としたんだよなってことを言ってくるっていう、あれさ、本編で説明するべきだよね。そう思うよ。実はまあ映画単体で見てる人面白いやつなんだけど、ね、キングオージャーはテレビちゃんと見てる人かつ、見る気がある人じゃないと面白くないよ。ね、いや聞いてさ、ちょっとこれ DVD 出たら僕は割と欲しいというか、あのアクションがさ、どっちも悪くなかったと言うんだけどさ、技術の方がでも圧倒的に良かった。そう、アクションにはさ、って割と天と地の差があったよね。ディズニーオージャーのアクションシーンまず少ないし、ね、いつもの感じ。そう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 、ちょっと連携技がテレビより多かったかもしれないぐらい。多分だけど、アクションシーン中止の人には、マジで天と地に見えるだろうね。ギーツの戦闘シーンがさ、良すぎ、ギーツ3時間よかったよね。なんか飽きさせない工夫がすごいあって、すごいよね。割と長々戦ってんだけどさ、全然あの戦いだけでいけんじゃんってぐらい、多種多様な見せ方をしてくるっていう、そこがね、テレビも含めてね、受けの差がある。ああアクション良かったよ、確かに。やたらいいよね、かなり良かったね。ライダーの映画の中でもかなり良かったよ。あ、ねえ、すごいなって。あれがやっぱアクション監督の実力っていうやつなのか。キングオージャーさ、あの歌何回同じの歌うんだよっていう。ねえ、あのシールの声の人、ねえ、さくらあやねの、もういいもの歌って思ってからさらに何回も歌ってたね。え、歌の内容怖いしさ、まあ、曲調も怖いしさ、1回でいい歌を5回6回ぐらいかけてたよね。ねえ、たださ、歌うたびにさ、ちょっと続きまで歌ったりとかしてさ、どん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 進行していくんだよね。で進行すればするほどさ、もうこんなんやばいじゃんって歌になっていくんだよ。いや、なんかだってもう何ならさ、死者の国案内しますっつってる時点でさ、片道切符とか言ってるしさ、あれも返す気ないじゃんって。あとなんでさ、あの虫モチーフなのに死者の国はクジラだったんだろうね。そうだね、あれなんかあんのかな、虫が見ますよって。ねえ、なんかさ、ボブさ、それでちょっと思ったんだけどさ、哺乳類が誕生して滅んじゃってるわけじゃない。昨日ボブさ、今の地球の前日誕じゃないか説言ったじゃない、キングオージャーの。逆だったりしてね、一回滅んだ後だったりとかしてね、実は未来でした。そう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 、実はみんな虫人間でした。ねえ、我々が滅んだ後の世界とか、青森さんやたらこれあるんだよ、どこ行っても、映ってないけど画面に。そう、キングオージャー、キングオージャー、あのなんで極寒で死んだ人がありがとうっつってたのかだけ分かんなかったけど、まあなんか罪を認めたんじゃないですか。ああ、なるほどね、まあ、あれ償わせてくれてありがとうって。まあ、確かに初日とかに見るぐらいキングオージャーに熱ある人は面白いかもね。ドラマ重視ということで。ね、で特にまあなんか破綻してるとかそういう悪いところはなかったんで。そうだね、まあただギーツの方が面白かったね。そうだね、ギーツの方が割と圧倒的な面白さなんで。そうだと思うよ。それと比べてしまうとキングオージャーまあ、そうねぐらい。割と今僕頭にあるのはキングオージャー星5評価で2ぐらいで、まあ、2ぐらいだね。ね、ギーツは4、5いくか。そうだよね、やっぱちょっと迷ってんで、こっちでいいかなとかっつって。特に悪いところなかったしね、戦闘面白いし、無駄がなかったしね。え、鈴木福出ねえだろうなとか言ってた。そうそう、ボブさん、それ一番最初にさ、最初からできた。あれなんだよね、あのボブ実はさ、笑いちょっとこらえててさ、レンジマンと入場する直前に、あのあれさ、ボブ今となってわざとらしくすら思えるけどさ、全く本当知らなかったんだけど、
あのジーン出るのかなとか言ったんだよね、たまたま、うんうん、で出ないでしょうねって言ってたらさ、うん、映画始まった瞬間、うん、ひょいって出てきて、あいつから始まったからね、要所要所にあいつ出てくるんだよ、ね、そう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 、映画見てる客と同じ、プリキュアの映画みたいな感じで、そうだよね、うん、応援しようとかやってくる、なんかさ、プリキュア色強かったよね、うん、謎に、あの入場特典で配ったアイテム握ってさ、うん、みんな応援しようとかやってたしさ、うん、あれなんでなんだろうね、まあなんかやりたかったんじゃない、スーツがテレビ番組的なものだったということ、ああなるほどね、デザイングランプリ、デザイングランプリ、技術のストレスになる部分が全部抜かれた版が劇場版でした、ね、うん、あとさ言っちゃなんだけどさ、うん、テレビ版であのキングオージャーのギャグとか見てるとさ、うん、割とあのギャグすら上質だったなっていう感じが、ギャグが面白かったよね、ちゃんとそうだよね、うん、子供たちも笑ってたからね、うん、割とテレビで浮世絵師がすごい完璧な存在として延々描かれてたからこそのギャグになってたし、ね、よかったんじゃないかな、これさ一個もちゃんとしてんなって思ったのがさ、うん、あの見に来た大人もさ、うん、多分それが分かる構成になってんだよ、一番最初に完璧人間エースがさ、うん、ちゃんと出てくるんで、うん、でその上でこんなのエースじゃないということによって、うん、あ子供たち的には多分普段こんなんじゃないのにこんなやつになってるのが面白いんだなっていうのを分かるようになってるっていうね、うん、出てくるやっぱりライのメンバーもさちゃんと適切なやつだけ出てきてる、そうだよね、あのここでイスズダイスとか出すとなんかおかしなことになるから、で出さなかったのを正しい判断だと思う、あのさ、ちゃんと正義の人だけ集めてたもんね、うん、あれ変にてかそうじゃんね、見事に他のやつさ、うん、まともなやつだけ再参戦してねえ、しいてて、まあ銀ペンとかもいてもいいんだろうけど、うん、まあ、まあ、そんな浮き輪したやつ関わりなかったねえ、うん、あの死後に遺族に金配ってくれただけでね、うん、いや面白かったな、うん、あのなんだろう、キッズだけもう一回見たいなとか言うとあれなんだけどさ、いやそのキングオージャーももちろん悪くないんだけど、悪くないけどまあ一回見ればいいわ、そう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 、ヤンマ君とか割と印象良かったよ、あねえ、うん、テレビだともうクソゴミ見てるなって、映画のヤンマ君は、まあね、あの映画だと全員割と良かったよ、そうだね、確かに、あ、うん、テレビの悪いところがなかったよね、え、うん、確かにさ本編があれだったらさ、うん、なかなか面白いよね多分、うん、常に映画の感じでキングオージャーやればいいね、あとあれなんだよな、僕今回の映画見て思ったけどさ、うん、前はああいう構成にすればいいのにと思ったというかさ、うん、例えば今回はさくらあやねを助ける話だったじゃない、うん、名前忘れちゃったけど、うん、で要はさ毎回毎回そうやってさ、やっぱりあの自分のにとっての王はキラだってこう一人一人になっていくような話だったらさ、国民を助ける話にするよ、そう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 、うん、絶対それの方が戦隊っぽくもあるし、うん、よくもあるよね絶対、うん、連携技とかテレビ全然やんないわけですよね、え、うん、映画で、あ、やってんな、珍しいなって思ったね、え、うん、ちょっとしかやんなかったけど、あロボ出ねえし、出なかったね、本当に出なかったよね、あで敵の、なんか元祖竜奏者じゃねえよ、あ元祖キングオージャーみたいなやつ、あ、まあ、ちょっと戦って終わったもん、ね、うん、特になんか面白いアクションとかってあった、あ普通テレビと同じ感じね、うん、あでもあれかクワガタモチーフの怪人っていうのはこれで使っちゃったのか、うん、でもあれキングオージャーでしょ、まあね、うん、怪人じゃないでしょ、あれはあくまでヒーローの慣れの果ての姿だという、っていうかあれが初代キングオージャーみたいなことでしょ、ああなるほど、うん、それが今あのうんこソーパーの技術とかによって現代化したのがテレビのキングオージャー、そういうことか、うん、あ元はあんなだからなんかちょっと自然的ななんか、そうか、石とかっぽかったやつだ、あーなるほど、うん、そういうことか、そういうことなんでしょう、あーあれじゃあヤンマ君フィルターを通してなければ、うん、キングオンジャーのメンバー全員あんな感じっていう、うん、そういうことやばいやつなのか、うん、あなるほどね、うん、その解釈はなかったな、うん、だただ一方でさ、うん、あのあれなんていうんだっけゴールド、うん、あれなんていうんだっけ、あれね、アルティメットキングオージャーだっけ、違うよね、なんかあれゴッドクワガタオージャーだっけなんだっけ、まあ要はあの金色になるやつだよね、うん、あれ見てさあいつ懐かしい姿とか言ってて、うん、敵のやつ、うん、あれはあったんじゃないですか、それとか、うん、言ってたさ、マリトマジで名前思い出せないけど、なんだっけ、
大熊型王者じゃないもんね。違う、ブラックですね。え、ゴッドクワガタ王者みたいなやつだよ、多分。ああ、そうだっけか。なんか他と被ってるような名前だった気がする。あ、本当、うん、だとするとキングクワガタ王者かな。あ、キングか。そう、キングクワガタ王者。ああ、なるほどね。うん、それね、名前思い出せないっていう。だってあれ、なんか印象に残るシーンとかあったもんね、テレビで。ああ、キング、キング、あ、キングね、言ってるかもしれない。前回のさ、オープニングダンスだったじゃん。そうで、あれ映画で使うのかと思ったら使わなかったね。エンディングっぽい映像だったよ。ああ、何だったあれ、ね、なんかやりたかっただけ。特別な回だったってことなのかな。あの映像ギーツも踊ってたじゃん。あ、嘘。うん、あのキングオージャーのエンディング、エンディングっていうかオープニングのダンス、ギーツも踊ってたよ。いた、いたよ。あ、 CG で。あ、なるほど、うん、だから映画でてっきり流すのかと思ったらなし。ああ、なんだろうそれ。なんでわざわざジャッキーズの CG まで作ってやったの。あ、ねえ、あの歌は踊るって言われてもね。え、あの踊りさ、めっちゃ単純だよね。そうだよね、うん、歌の密度に対してさ、うん、なんかすごい陸上のなんかあっさりした踊りなんで。今なんなら序盤の振り付けちょっと思い出せるよ。なんかこうやってこうやって、うん、そうそうそう、なんか見せつけ感を出して、そう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 、すごい愉快な踊りなんだよね。え、うん、まあ、子供踊りやすいとは思うけど、曲調がまず激しいから、ね、あ、アンバランスなんだよ、ね、うん、でもなんで前回だけだったんだろうね。じゃあ今週違ったもんね、もう。あ、今週1ヶ月ぐらいやんのかと思ったら、ね、前回だけだった。あれなんだ、確かに。もっとやればいいのよ、ね、あれさ、普段のオープニングの端で踊ってりゃいいのよ。あ、ね、で、僕なんなら手こいで入ったんだなって思ったもん、正直。そう思ってる、ね、子供に分かりやすくダンスのオープニングしたんだなと思ったら、ね、別に。え、まさかさ、爆速でもう一回手こ入れ入ったってことないかな。なんかあの不評だった。そう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 、手こ入れして踊ってみたけど、うん、合ってねえよっつってもう一回変えたっていう。実際なんか変だよね。ねえ、うん、なんか実はあれでいいじゃん。ねえ、あの映像面白いもん、ちょっと。ああ、なんかデズナラクとは戻ってた。デズナラク戻ってた、うん、あ、それも全然戻ってる。あ、なるほどね。ゲロジームとかみんな戻ってた。すごいね。映画公開直前だからやっぱスペシャルなオープニングだったっていうことなのかな。ああ、だろう。ラクレスも踊ってるし。あ、なるほどね、うん、ラクレス、そうだね、あの今度の落書き対決でさ、ラクレス2回書かなきゃダメだって。ああ、いろいろあって、ラクレスが寿司を握るのはダメですよ、ね、そう、と、うん、そのポスター、そう、それと、あのラクレスがこうはめられてる時の面白い映像のリクエストがいただいているので。ああ、ラクレスのどういう部分を好きかが分かれてる感のあるリクエスト、日本で。そうだね。ああ、真面目なラクレスが好きだから。ね、うん、真面目に、真面目なシチュエーションで、あのネットで炎上したポスターを再現させる。ね。あ、炎上したんだ、あれ。うん。炎上してなかったね。あれが。バレされてた印象しかないよ。なんかでもさ、元の事件はあるよね。女性が寿司に行ったのに対して、なんか、もっきりしてたやつがいた。そんな。揉めたやつをラクレスにやってもらおう。なるほどね、うん、ラクレスが寿司を握るのはダメです。ダメですか。ガチャとなんかゴースト感あっていう。ああ、ゴーストセイバー感あっていう。あ、なるほどね、うん、でも実際本編やるとすっげえ暗い可能性あるよね。なんかでもいつものライダーだと今のところ明るいっぽくしか見えなかったよね、うん、なんか主人公の性格も込めて。暗いのもういいからさ、ね、以外なのやってほしいけど、明るくあってほしいけどね、うん、天空寺たけるをよりこう若くした感のあるやつ、ね、そう、なんか若い雰囲気だったよね。ああ、これあげるっつってカードくれたの。なんかヤバい CG のヒットやつってやつ、あ、機関車みたいなやつ、わけわからんやつね、え、うん、これなんだ、多分だけどあれが SL なのかな。テレビだとあれ1回か2回しか出ないやつね、え、パワーワンとスチームライナーが出てきてたけど、あれぐらいきつさを感じたの、許せんぐらいの。ああ、ボムね、全然なかったそれ、そういえば。
ちょっと可愛らしい系のやつなんだな。あー、そうだよね。パッパー、そういう路線で来るのね。ね、うん、変にマニアっぽい感じにしたい、面白いけどね。あ、ね、もうマニアっぽいのいい。